次に接種、人的資産ですね、よく我々の仕事っていうのはまあ基本的にまあブランドだとかお客さんとか言うんですけれども、やっぱりそれを支えているのは、そこで働いている人なんじゃないかなって常々思います。人の採用に関して本当に失敗してますし、今でもいろいろ改善する余地が多いんじゃないかなって思ってやってるんですけれども、まあ、つくづくですね、我々、まあ、経営者、私含めてなんですけど、人を見る目がないなと思います。でですね、ここで、適性テストが実はベトナムでも普及されてまして、HCI 適性テストっていうのがあります。これぜひですね、弊社のグループ会社で、普及してるので、まあ、参考になればなと思います。でですね、我々もですね、常に良い人をこう集めようなんていうふうにずっと思ってたんですけれども、集めようと思っても集まるものじゃないなと思いまして、自分の会社に合った人間ってどういう人なんじゃないかなっていうのを、なんとなく企業文化とかそういったもので分かりまして、それで社会的に優秀でもですね、うちの会社に合ってなければ、意味がないということで、優秀よりもうちの会社に合っている人っていうことを非常に重要視しなきゃいけないんじゃないかなと思います。あとよく信頼関係っていう言葉を言うんですね。カブラギさんの紹介だから信用していいんじゃないかとか、そんなことをよく言われるんですけれども、信頼関係ってまあ言葉にできないと思うんですね。結果としてまあ信頼関係っていうものが成立したんじゃないかなっていうふうによく思うんです。信頼するかしないかっていうよりもですね、自分が相手に対してですね、信頼するに値する行動とか言動をしていると、自分自身が思うんだったら相手に信頼されているんじゃないかなって思っていいと、そんな感じで捉えた方がいいんじゃないかなと思います。ベトナムの方とかあるいは日本人でもですね、俺のこと信用してないのかとかですね、そういうふうに言われるんですね。信用したするかしないかよりもですね、あなたが信頼に値する、言動をしているんですかというところを、お互い確かめ合うことが重要なんじゃないかなと思います。あともう一つですね、これ非常に重要だと思うんですけど、よく最近言われていることなんですけれども、就職するときにですね、最初は例えば給料が高いだとか、そこら辺から入り口になって、まあ、若い方とか就職活動するんですね。次にはその組織にいることによって、なんかこう社会的に満足するかどうかとか、そういったところが重要になると。最後にはですね、その組織の何年後かと自分の何年後かっていうものが、すごい、オーバーラップしてですね、考えられると、その会社とその個人がウィンウィンの関係になるっていうふうに、別の本でもいろいろな本で書いてます。私も全くそうだなと思うんですね。ですので、具体的にですね、その個人に売上いくら取ってこい、客なんとか取ってこいとか、そういうことよりも、その個人がですね、その組織の中でどういうふうな学びがあって改善をしているのかなという方向性の方が重要で、その方向性をお互いに共有できたら、その方、その従業員とですね、弊社って組織がですね、一体になるんじゃないかなと思います。やはり弊社の場合、どうしても新人を採用するので、まあ、3年ぐらいで他の会社に、転職するっていうことが前提となった採用をするんですけれども、OB がですね、非常に活躍していて、会社を辞めた後もですね、いろいろつながりがあって仲良くしているし、出戻りでですね、うちの会社に入ってくる事例も増えてきているので、私としては非常に良い方向性だななんて思っています。